そうかそうか、はいはい、ありがとうございました。白石くんってさ、授業終わりにいつも質問しに行ってるよね。ああ、あれはちゃんと授業出てましたって言いに行ってただけ。え、授業中に当てられたことある？ないよ。いいなあ。白石くんってさ、発表してみたいって思う？思わないよ。面倒だし、きっとドキドキするんだろうし。いえ、ではこの問題わかる人？はい、先生！おお、いいな、久保。わかりません。いや、白石くんならわかると思います。僕、答えが分かってないんだけど。アウストラロピテクスです。正解じゃ。座ってよし。ドキドキして死ぬかと思った。